6月19日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になる話題は、はい、私66歳の年末にピアノを始めて、私の予定では1年以内にリストのラ・カンパネラという曲が弾けるというのを目標にして、1年半ほど経ちました。はい、ピアノ教室は月に2回のペースで通っております。月に2回なので、5週あるときには月始めの週と3週目、4、5が空いて、だから1週空くんですね、というペースでピアノのレッスンを重ねてまいりまして、およそ1年半が経ったのでございますがリストのラ・カンパネーラどころかほど遠い。いやもうね、それで昨日改めて夜にね、ピアノの練習をしながら、ラ・カンパネーラってどのくらい遠いかなと思って、ネットで検索をしたら、まあ何人かの方が弾いてらっしゃいますよ、はい、ね、でそれを聞いてですね、結論、無理これはもしかすると、私が今一年発起して、オリンピックの 100m で優勝すると、そんなに心に固く誓ったところ で、これ何百年頑張ったって無理じゃないですか、オリンピックのファイナリストになってですよ、 100m 10秒切って走れるかって、どんだけ練習したってできないものはできないでしょう、まあ、今からじゃね、おそらく今から相当練習をしても、まあさすがにね、ラ・カンパネラっていう曲を弾けるぐらいのピアニストは、相当練習しないとやっぱこれ無理だろうなと。だからプロでもかなり練習をしてるよねっていう人たちなわけですよ、で、まあ、練習すりゃだけど誰でもああなれるのかというと、私が今からどう頑張ったって 100m のオリンピックのファイナリストになれないのと同様、いくら努力したってダメなものはダメなんじゃないかといやいや、これを誰かに人生相談としてぶつけてですね、すいません、僕あの1年でラ・カンパネーラ弾けるようになるのが予定で練習始めたんですが、全く目処が立たないんですけれども、これはやめた方がいいのか諦めた方がいいのか、人間ってどうしても努力してもできないことってあるんでしょうかって誰かに聞いてみたいんだわ。誰がいいですかね。いやいや、誰がいい、それ遠い目しないで自分で答えようとか思わないわけですか。いやいや、だって増山さん中間管理職としてですね、昨日教えをこうたじゃないですか専門家の方に、金沢大学の、まあ、で今日もオンエアの直前にですね、今一番悩みの種であろうかと旗が思っている、本人が思っているかともかくとして、旗が思っているこの番組でおなじみのウッチ君がですね、何にも考えてない顔で登場してですね、どうもね、思わず私はやめんなよって言っちゃいましたよやめないですよ、やめましょーんとか言って出てきましたけど、分かんないですよ、もう帰ってこないかもしれないですよ、今日そんな恐ろしいこと言わないでくださいよ。内田君どうした、飛びました。やっぱりね、今時だねみたいな、ないない、意外とね、そんなことにならんとも限りませんので、はいはい、やっぱりそういう悩み事には真摯にやっぱ相談するという癖を普段からつけておかないといかんと思いますので、まあ、でも辛坊さんあれですよ、ピアノは大丈夫ですよ、 100m とは違うから、努力すればなんとかなりますかね。努力すればなんとかなります。とにかくね、指が動かないんですよ。だってラ・カンパネラみたいな曲だと相当高速に指を動かしながら、つまり視線の中に入らない、ピアノって普通のピアノって88鍵盤があるはずなんですが、視野の中に一番右と一番左が同時に入ってこないんですね。ね、で曲によってはやっぱり左から右まで多く飛ぶときに、両方視野の中に入って的確に鍵盤叩けるかっていうと、まずそれが無理で、まあ、目自体をこう高速に移動しなきゃいけない。それでいうとやっぱりな、あの盲目のピアニストの方なんかは見てないですよ、見てないっていうか見られないっていうか、で、演奏を見てたら、あの演奏前にまず着座位置、ピアノの椅子に座りますね。ピアノって、あの普通のピアノって真ん中に
3つ下足踏みペダルがありますから、はい、おそらく座る位置とペダルとの距離感と感覚で88の鍵盤のサイズが分かるはずなんですが、それでも演奏が始まる前に一番左の端から一番右の端まで何回も往復しながらポジションを確認するんですよ。音は出ないですよ。音は出ないんですけれども、軽くなぞりながらピアノの鍵盤の端から端までを手で触って、ピアノの鍵盤ってどんなピアノでも幅は同じはずなんで、ピアノによって違うはずはないんですけども、でもその日の感覚っていうかね、演奏始める前に手の感覚でピアノのサイズ感というのを確認した上で演奏を始めたらミスタッチゼロですよ。素晴らしいですね。完璧に相当練習をしないとこの域には達しないよな、必ずしも練習したからといって、俺ははっきり言ってこの1年半かなりピアノには入れ込んでもう他の楽器は全部捨てて、もうこの間ギターもトランペットもウクレレも全部捨てましたからね。手を出しすぎなんですよ、そういうところに。全部捨ててピアノに全資源を集中して頑張ったんだけど、無理優しく譜面を星に書いてもらったらどうですか、先生。いくら優しく書いたって複雑な曲は優しくなんねえわ。まあね、元がね、まあ、それはあります。というのは、そうなんです、難しい曲でも、初心者用の楽譜と中級者用の楽譜と微妙に音飛ばしてパッと聞いた雰囲気は似てるんだけども、よく聞くと違うっていう、そういう譜面が存在するのは知っておりますが、俺はそれじゃやらんだ。目指してるのは100メートルを10秒切るその走りなんだから。ハードルが高すぎるんですよ。そんな音符抜かしたようなそんなもんで演奏ができるから。いやいや、まあみんなやってますよ。それじゃイマジンスタジオに集うファンの皆さんが申し訳ないだろう。あ、まあね、いつ集うんですか。誰が来るんだどこにファンがいるんだって話ですけど、だからね、ゴールを作っちゃうといいんですよ。この日って決めて、そしたらもう死に物狂いでもう勉強するじゃないですか。いや、だから何回も話戻りますけど、それじゃゴールを決めて、パリオリンピックの次のオリンピックの 100m のファイナリストで俺は出ると決めて、今から必死になってその辺走って出られると思います？まあ、それは出られないですけど。一応私ね、トレーニング用の道具は買ったんですよ。え、この話しませんでしたっけ。あのね、短距離速くなるためにはですね、負荷をかけて走らなきゃいけないんですね。負荷をかけて走るためにですね、見つけましたよ。腰からパラシュート引っ張るんですね。あのよく、中学高校のクラブ活動で、タイヤ引っ張ってるのいるじゃないですか。あのタイヤ引っ張ってる感覚でパラシュート引っ張るんですよ。でランニング用のパラシュートっていうのがあって、全力疾走で走るときに後ろから引っ張られる状況になるんですね。はいはい、風を受けてね。そうなんですよ。それは大変だ。これをですね、4つも買いましてね。まあもう無駄な出費ですね、それ。ちょっと試しに1つやってみようと思って1個広げてみたら風が強くてですね、走るどころかピューフルって、これダメだ、これダメだ、これダメだ、端から落ちるみたいな。恥ずかしい。端から転落したらシャレになんないな。ピューって引っ張られていって、直径2メートルぐらいのパラシュートなんですけど、結構な力がありますね。でこれで考えたんです。うち4つあるんですよ、それが、ね、だから結構あの練習される方は、1つだと多分負荷にならないからって言って、2つとか3つとか腰にぶら下げて、それを引っ張りながら全力疾走するようなトレーニングをする人が世の中にはいるみたいで、私4つ買ったんですよ。なんで4つかというと、2つペアで売ってたから。どうしても4つ買わざるを得なかったという事情はあるんですが、4つペアで買ったんですが、その風の強い時に試しに広げてみたら、走るどころの騒ぎじゃなくてパラシュートで引っ張られて端から落ちそうになった時に、すげえなこのパラシュート、直径2メートルなのに、でひらめいたんです、4つ腰からぶら下げたら、タワーマンションの火事の時に上から飛び降りても助かるんじゃないかと。うまくいけばだけど、なかなか難しいと思いますよ、それは。そういえばふっとろくでもないことを思い出してしまいました。昨日この番組の中で、私このスタジオに来る時にずっと、靴と地面との相性を確かめながら、どういう時に滑りやすいかという、これの調査結果についてお話をすると昨日申し上げて、その時間が今日なくなってしまいましたんで、後日改めてお届けをいたします。これだったから言ったじゃん昨日も。私きっと忘れてると思うから、増山さん覚えててくださいね。その話振ってくれたらその話しますからっていうところが本番直、そうなんです。
本番直前にピアノをふっと頭をよぎってしまいましてですね、はいはい、なんで俺は上手くならないんだろう、大丈夫どうしたら上手くなりますかね、大丈夫ですよ、コツコツ続けること、ラ・カンパネーラとかね、うん、ラフマニノフとか弾きたいんですよ、うんうんうん、なんでそんなことを言い始めたかというときっかけがありましてね、先週末家に帰った時に、はい、オーストラリアの伝説のピアニストがいてですね、この伝説のピアニストはイギリスの王立芸術院みたいなと音楽院みたいなところに留学した後、はいはい、心を病んで演奏活動ができなくなって、うん、もう仕事も全然なくて精神病院に入れられているような状況の中から、ピアニストとして復活を遂げたという有名な実話があるんですが、これをモチーフにした社員という映画があるんですけど、これを見ててですね、うん、やっぱり目指すはラフマニノフかリストだなとこう思ったわけでございます、はい、うんうん、無理かもしれない、まあ理想が高いんですよね、まあ、でもちょっと頑張ってください、頑張ってあのコンサートを、ね、実現するためにイマジンスタジオ、はいはい、予約しちゃおうかな、もうだそれいいと思いますよ、予約しちゃってこの日までにってなればね、問題は、うん、そこまで生きてるかどうかですね、そういや今年に入ったから私肩抜けたり、ね、はい、あの気絶したりとかっていう、うん、まあ、ことが相次いで、まあ、これもそんなに長くないんじゃないかと、いやいや そういう人に限って長生きしますから、肩抜けるは気絶するわって立て続けですからね、まあ、まあちょっとね不安にはなりますけどね、大丈夫、リスナーの皆さんどうぞご健康にはご注意ください、ね、今日は大丈夫ですけれども、雨の日に滑ると本当に怖いですからね、本当危険ですよ、頭なんか打っちゃうとね、はいはい、お気をつけになってください、じゃあ今日もね気持ちよく楽しくお送りしましょうさあズームそこまで言うか、この後は最新の株と為替の情報です、そして昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュひどいんだよ、家に帰ったらさ、はい、家に帰ったらうちのかみさんが子供の時に、うん、なんかそういう指を高速で動かす練習みたいな本があるじゃないですか、子供がやる、うんね、私が家に帰ってピアノを前にうなだれていたら、はい、うちのかみさんがその本をデーンと出して俺やんなさい、いやあのさやりたくねえわそんなもん、いややってくださいよ、そこからですよ、まずは基本から、そうですか、さすが奥様さあちょっとあのどこまで言ったか忘れちゃいました、そうズームフラッシュをお送りしますでその後4時台に今なぜヨーロッパで極右政党が支持されるのかという話題につきまして、筑波大学教授の東野篤子さんに伺います。で5時台は岸田総理大臣と立憲民主党の泉代表、3年ぶりの党首討論開催にズームいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております。あなたが気になるニュースなど送ってください。メールは zoom@1242.com、 番組の感想など X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そして今日のズームオンミュージックリクエスト、あなたの好きなリクエスト曲ね、エンディングでお届けいたしますが、今日のリクエストのお題はピアノが上手くならないときに聞きたい曲、ピアノが上手くならないときに聞きたい曲、覗くもしもピアノが弾けたならあダメですかそれ、覗く、はい、私はピアノじゃあこの2曲を除いて、選曲の理由も書いてね送ってください。それとピアノマンっていうのがあったか、ピアノマン誰かあったな、有名なイギリスの、イギリスの、はい、これも外しましょう、はい、じゃあその3曲を除くでお願いいたします。こちらも、zoom@1242.com でお待ちしております。では続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて88円65銭高い3万8570円76銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 12.88 ポイント高い 2728.64 で取引を終えました。円相場は1ドル157円80銭付近で取引されています。東京市場の円相場は1ドル157円73銭から157円92銭前後の小幅な値動きとなりました。今日19日はアメリカがジューンティーンス奴隷解放記念日の祝日で、ニューヨーク市場は株式と債券の取引がお休みです。
突発的なニュースがない限り、為替相場も今夜のニューヨークタイムは開店休業状態となりそうです。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。与野党の党首が1対1で論戦する国会の党首討論が今日午後3時から行われています。開催は菅政権下の2021年以来3年ぶりです。自民党派閥の政治資金パーティー事件を受けて議論されてきた改正政治資金規正法が参議院本会議で可決・成立しました。また子どもと接する仕事をする人の性犯罪歴の有無を確認する日本版 DBS の創設を盛り込んだ児童対象性暴力防止法も可決・成立しました。財務省が発表した5月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は2ヶ月連続の赤字でした。原油などの輸入が膨らんだ一方で、アメリカ向けの自動車や中国向けの半導体製造装置の輸出が伸びたことで、赤字幅は前の年より減少しました。バイデン政権は、アメリカ人と結婚し10年以上アメリカで暮らしている不法移民に対し労働許可を与えるとともに永住権を申請できるようにすると発表しました。対象者はおよそ50万人です。アメリカの半導体大手 NVIDIA の時価総額が18日3兆3350億ドル、日本円でおよそ527兆円となり、マイクロソフトを抜いて世界1位となりました。政府は携帯電話を対面で契約する際、事業者に対しマイナンバーカードなどに搭載されている IC チップの読み取りを本人確認方法として義務付けることを決定しました。政府は携帯電話を用いた特殊詐欺などの犯罪を減らしたい考えです。どのニュースを解説しますかね。マイナンバーカードに搭載されている IC チップの読み取りを本人確認方法として義務付ける、はい、携帯電話を対面販売する際ね、携帯電話ってね、いろんな不正の温床に実はなりやすかったという過去があります。私の直接の知り合いではありませんが、私の知り合いの知り合いぐらいの話だと思ってください。はい、外国人に金貸すんですよと、ね、で外国人に金貸して、外国人金貸して取り立てるんだけど、日本人相手だと警察駆け込まれると高利高い利息で、捕まったりなんかするじゃないですか。で外国人だとなかなか警察駆け込まないっていうのがあって、だけど払ってくれねえってケースもあるわけですよ。金も金返してくれない、どうするかっていうとですね、その外国人が本国に逃げ帰るときに、その本人の、日本で登録した印鑑と証明とかなんかそういうの全部預かって、それで海外逃がしちゃうんですよ。するとその高利貸しの手元にその本人確認の印鑑から何から全部残ってるわけですよ。それを携帯電話に持って行って大量の携帯電話を契約して飛ばしちゃうっていう、監禁するっていうような、そういうことをやってる人たち、つまりね、その手のことをやろうと思ったらいっぱいいろんなことができるわけで、マイナンバーっていうのも厄介なのは、最近ですね、マイナンバーの偽物っていうのが結構出回ってて、マイナンバーに入ってるマイクロチップみたいなものまで確認するところではできないんですけど、身分証明書として写真とマイナンバーカードの現物だけ見て見せるだけなら、だから免許証の代わりにマイナンバーカードみたいなものを提示するだけっていう、そういう手続き横行してるんですね。ところがそれ用にマイクロチップの偽造はできないけれども、表面見ただけなら本物そっくりのカードっていうのが、これがですね、番号も含めて結構個人情報出回ってて偽造できちゃったりなんかするんですよ。番号漏れちゃってる。最近番号を
ここから先はまあ半分冗談みたいな話なんですけど、でも本当に議論されていることなんですが、クレジットカードで、最近のクレジットカードで番号掲載されてないやつありますよね、はいはいはい、クレジットカードの番号をやっぱスキミングで番号抜かれちゃうと、最近クレジットカード本当にセキュリティ厳しくなって、使うたんびになんか本人確認 の暗証番号とか、ね、頼む。それやってる間に私ね、航空券買えなくなって困ったことあったんですよ。タイミング逃しちゃって、だから瞬時に決済しなきゃいけない時に、はい、ものすごい時間かかって、おいおいちょっと待って、だからあの購入機会を失うみたいなことが、だけどそこまでしなきゃいけないぐらいクレジットカードの不正利用が横行してるんだと思いますが、そのクレジットカード不正利用されないように、例えば落としたカードとか、まあ、後ろにセキュリティコードとかとかいろんなものがありますから、はい、まあ、いろんな手は尽くしたんだけど、それでも番号漏れちゃうとクレジットカードのまあ、買い物ができちゃうみたいなところがあって、最近はカードの表面にカード番号書いてないっていうケース、マイナンバーもマイナンバーカードも今後はですね、そういえばマイナンバーカードって渡されるときに、これはあの持ち歩くもんじゃありませんから、とにかく大事に家にしまっておいてください、絶対にこの番号が分からないようにつって、なんかおまけにくれたセロファンみたいなやつの袋みたいなやつで、カードのナンバーのとこだけ見えないように色が濃くなってるとか、ちょっと待てよと、今なんか健康保険証代わりに持ち歩けって話になってて、何なんだよと、どういう制度設計してんだこいつらはって思うんだけれども、最近真面目に議論されてるのが、どうもあのマイナンバーカードに書いてある番号っていうのが知られちゃうと、やっぱりクレジットカードみたいに、クレジットカードみたいにナンバーレスにした方がいいんじゃないか、ナンバーレスマイナンバーカードこういう矛盾してますよね、こういうネタなんですけどね、でも冗談じゃなくそういう方向性にしないと、今のマイナンバーカード本人確認用にっていうんで、顔写真ついてて、あ、ご本人ですねっていう、あれじゃあのカードなんかいくらでも偽造できちゃうよねって話で、確かにね、そういうことが起こると。だからまああのだからそのカード提示するだけじゃなくて、中の IC チップまで今後は読み出してくださいねっていうのが、政府が今業界に指導しているというのがニュースになっているという、そういう話でございます。なるほど、よく分かりました。ここまで解説すると分かるでしょ、このニュース、うん、分かる、そういう意味がある。でもね、これこの勢いで解説していったら一項目5分ずついるなまあそうですね、ちょっと時間来ちゃったわ。いらぬピアノの話がちょっと長かったんですよね。それだはい、ズームフラッシュでした6月19日水曜日、時刻は午後4時まもなく4分になるところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見をご紹介いたします。皆さんありがとうございます。ピアノについてですね、はい、42歳女性の方、神奈川県横浜市のくるみんごさんです。ピアノが全く弾けない50歳過ぎの漁師の方がラ・カンパネラに感動してゼロから練習を始めて弾けるようになった実話があります。番組でやっていました。藤子ヘミングさんの前でも弾いています。もちろん完成度としては低いものですが、最後まで弾き切っていました。辛坊さん、不可能はないですよ。いや、それがね、こういう例がある。それがやっぱりね、才能なんだと思いますよ。それはまあ漁師さんやってようが何やってようが才能のある人はいますからね、うん、まあまあそうですね、でラ・カンパネーラもね、うん、昨日その藤子ヘミングのラ・カンパネーラと、それから辻井伸之さんのラ・カンパネーラと、はい、まあ、いくつか聞いたんですけども、うん、あの同じ曲なんだけど5分台で弾き切っちゃう人から、だいたい7分台プロでもね、7分台で弾き切る人と、だけどまあ5分台で弾き切る人の方がうまいか、ちょっと必ずしもそうとは言えないですよ、はいはい、だからどっちが情感がこもっててピアノ的にどっちがうまいかって言われると、うん、私なんか素人だから分かんないですけど、うん、早けりゃいいってもんでもないんで、そうですね、だけどゆっくりゆっくり、私ね、ゆっくりで何曲か前の課題曲を先生の前で弾いたし、だ先生が何て言ったらいいか言ったかというと、はい、今のを聞いて何の曲か分かる人はいないかもしれないですけど辛辣な、失礼だな、辛辣な、俺は一生懸命やってんだよそうですね、何の曲もちょっとなかなかそれはテンポがおすすめで、そうですね、テンポがねむちゃくちゃだったんだと思います、はい、うん、頑張ってと言いようがありますが、それしか神奈川県藤沢市68歳の善馬場さん、はい、辛坊さん、やっと気づきましたか
ピアノは小さい頃からやっていてもなかなか上達は難しいです。私も小さい頃に3年ぐらい、そしてその後子育て一段落してから20数年後に始めました。であれから30年。すげえな、小さい時3年で始めてから30年。そう、それすごいな。月2回のレッスンでやっていますが、ラカンパネラなんてほど遠いです。そうなの。今は発表会に向けて2年がかりで練習しています。発表会やるんだ。とりあえずボケ防止で指先の運動と思ってやっています。まあラカンパネラは無理でも、せめて息子の結婚式でバタフライでも弾けるように、今からいかがですか、息子さんの結婚式でと。ちなみに私は練習してバカ息子パート2に結婚式でバタフライ弾くからと言ったら断られました。いいですね、子供の結婚式でお父ちゃんピアノ弾いてるからっつって、そうやめといてくれ、勘弁してくれって言われるの、それなんか微笑ましくていいですね、うんうん、はい、じゃあその時のために頑張るか、ね、そうしてくださいよ。その目標が必要ですよ、しんぼさん。でも何の曲か分かんないって言われちゃうんだよね。頑張って弾いてもね。今やってるのはでもショパンなんですよ。ショパン、またショパン、オーパスポスチュームって曲なんですけどね。今度は明るい曲ですか。むっちゃ暗いんですこれが。なんでそんなに暗い曲ばっかり。多分先生暗いんじゃないかと思いますね。選曲されるんでしょうかね。なんで次から次へとこんな暗い曲ばっかりやるかなっていう。頑張ります。検討を祈ります。さあ、まだまだあなたからのご意見をお待ちしておりますので、メールは zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で、今日のズームオンミュージックリクエスト、お題はピアノが上手くならないときに聴きたい曲です。もしもピアノが弾けたなら、私はピアノ、ピアノマンは除いて、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。フランスのマクロン大統領が解散総選挙を発表。今月6日から9日にかけて行われたヨーロッパ議会選挙で、フランスでは極右政党の国民連合がマクロン大統領を率いる与党連合に対し大差をつけて勝利しました。これを受けてマクロン大統領はフランスの議会下院にあたる国民議会を解散し、選挙を行うと宣言しました。1回目の投票は今月30日に行われ、決選投票は来月7日に行われます。さあ、ではこの時間専門家の方に解説してもらいます。国際政治がご専門、筑波大学教授の東野篤子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。先生、よろしくお願いします。先生、今どちらですか。筑波ですか。はい、筑波大学からお送りしております。国際政治がご専門ということですから、最近もどっか行かれました。はい、私結構いろいろ行ってまして、最近ですとエストニアとか、それからスロバキアとか、それからポーランドも参りました。なんで旧東ヨーロッパばっかりなんですか。あ、そうですね、私その東側と西側のヨーロッパの諸国が冷戦後にこう一緒になっていく、東西の垣根を取り払っていくというプロセスをずっと研究しておりまして、そういった形で今回のウクライナも非常に興味を持って見ているところなんですね。私面白いなと思うのは、今先生がおっしゃった、はい、エストニアはまあ旧ソ連ですが、他は旧東ヨーロッパじゃないですか、はいはいはい、で今回のロシアのウクライナ侵攻に対する、まあ、各政府の物言いなんかを見てると、旧東ヨーロッパ、旧ソ連領の方がロシアに対して厳しいっていうか、なんかやっぱりロシアの恐ろしさをよく知ってるっていうか、そんな印象があるんですが。そうなんですよ、おっしゃる通りでして、例えばエストニアなんかに行きますと、彼らもシベリア抑留の経験があったりするんですよね、はあ、なので非常にこうロシアに対する恐怖感、警戒感は強いですし、もうポーランドなどもですね、まあ、ヨーロッパは戦争にこれから自分たちも含めて巻き込まれていくかもしれないというような危機感が非常に強くて、それはやはり例えばスペインとかポルトガルのようにこう南のヨーロッパの国々とは全然危機感が違いますよね。そうですね、ポーランドなんか、まあ、まさにナチスドイツが侵攻して、ね、第二次大戦がみたいな歴史もあるし、エストニアって、はい、
まあ、これ我々みたいにあそこがソ連領だった時の教育を受けてる人間はエストニアがどこかなんか分かんないんですが、まあ、私は一応旅系の YouTuber なんで、あの辺はまあバルト海の、要するにバルト三国の対岸の旧ソ連のところに、北の方からエストニア、ラトビア、リトアニアですよね、小さい国が3つあって、ここはでも、いや、ソ連がこう、ソ連と、まあ、ナチスとせめぎ合いで、言っちゃなんだけど、えらい目に遭ってる人たちがいっぱいいるとこですもんね。いや、おっしゃる通りでして、もう自分たちにが一番ロシアの脅威を分かっているんだから、もっと早くにヨーロッパはロシアに対する対策を立てておくべきだったっていうふうにおっしゃってるんですよね。なんだけれども、その2022年の2月24日になるまで、ヨーロッパの大国ですよね、フランスとかドイツとか、そういった国々は自分たちの危機感に全く耳を傾けてくれなかったって言ってるんですよね。で、それに対して2023年の6月にフランスのマクロン大統領が、私たちもっともっと東ヨーロッパとか旧ソ連の国々の言うこと聞いとけばよかったって大きな会議で言ったものですから、あ、フランスもようやく変わってくれたのかなということを東ヨーロッパの人たちが言い始めていて、やはりいろんな意味で認識とか意見とかがですね、ヨーロッパ全体で変わりつつあるのが、この戦争がもたらしたものなのかなというふうに思っています。なるほど。そのフランスなんですけども、去年だか今年だったかで、そのマクロン大統領が、場合によったらフランスの兵隊ウクライナに送っちゃうぞみたいなことを言ったような気がするんですが、その後どうなったんですか。あ、それはですね、2024年になってからの2月なんですけども、すべての選択肢を排除するべきではないと、で、地上軍の派遣も含めて考えた方がいいということなんですね。で、はっきりと送るとも送らないとも言っていないですし、それがいつなのかとか、どういう規模なのかとか、具体的に何をするのかということは、ほとんど言ってないんです。ただ、これはまあ、戦略的な曖昧さっていうふうにフランスは呼んでるんですね。つまり、あまり具体的なことは言わない。でも私たちはもう本当に怒っている。何をするか分かりませんよというメッセージをロシアに伝えることによって、向こうの計算を複雑にするという戦略なんですね。なので、結構ロシアはそれに対して感情的に反発していますので、その戦略的な曖昧さでロシアを揺さぶりたいという意図が最初にあったのだとしたら、非常にまあうまくはいっているんじゃないでしょうか。なるほど。いや、まあ、私知り合いの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 知り合いぐらいにフランス外人部隊だったやつがいてですねこいつ結構日本人なんですけど結構海外で人殺してたりなんかするんで、はい、フランスは外人部隊だと自国民殺さずに済むので送りやすいかなとも思ったりなんかするんですよね。どうでしょうね。だからそういった構成も含めてまだ詳しいことが今何も分かっていない状態ですね。唯一やるって言ってるのは、例えば兵站の、それから兵站の支援とかですね、はいはい、それからサイバー攻撃が絶対に行われるだろうと、それはウクライナに限らず西ヨーロッパの国々、ウクライナを支援する国々に対して行われていくだろうから、フランスはその場では活躍をしていきたいというふうに言っているので、実際にこうフランス の兵隊さんを前線に送るという話はまだしてないんですけれども、それも含めて今後何をするか分かりませんというのがマクロン大統領のメッセージなんですね。なるほど。さて、話を本題に戻してですね、先生に今日解説いただくきっかけになったのは、ヨーロッパの議会選挙で、まあ、新聞報道的にはいわゆる右翼極右が、まあ、躍進したっていう、まあ、それがきっかけなんですけども、そもそもヨーロッパ議会って、ヨーロッパって別にまだ、まあ、EU はあるけれども一つの国じゃないわけで、ヨーロッパ議会って何するとこなんですか。ヨーロッパ議会は、EU の中で唯一こう民主的な機構と言われているんですね。つまり他の EU の機構では国が選んだ人々、例えば国が、例えば欧州委員長はこの人ですよとか、そうやって選んで連れてくるわけですし、それ以外の重要なことっていうのは EU のサミットにあたる欧州理事会で決めるんです。はい、ところが欧州議会というのは唯一 EU の市民が直接選挙を行って、議員さんを、欧州議員って言うんですけども、議員さんを選んでいくというものでして、これ昔はもう非常に弱小の機構だったんですね。ただお話し合いをするだけっていう、
ところが今は共同決定といいまして、その一番こう EU でこれまで力を持っていた理事会というところと欧州議会が一緒にこう決定をしなければ物事進まないというところまで力を拡大しました。なのでそのまあきちんとした議会っぽい形になりつつあるということなんですね。いやそれでもね、まあ、いや EU 中だってあのぶら下がってる各国はそれぞれ主権国家なわけで、はい、主権国家の枠を超えて、はい、EU 議会って何決めるとこなんですか。主にはあの EU の、まあ、あらゆる政策を決めるわけですけれども、なのであの何を決めるかというと全部なんですよ。で例えばですね、これどれだけ力を持っているのかというと、2021年にですね、EU と中国との間で投資協定を作ろうという話があって、これ欧州議会でその決議をしないとこれ通らない話だったんですね。はあ、ところが中国におけるその人権の抑圧がひどいと、例えば新疆ウイグル自治区などにおいてですね、まあ、非常に激烈なその人権抑圧が行われているということで、これは許しがたいということで、まあ、EU としてはそのこういった投資協定を進めることはできないって言って中国に制裁をかけたんですよ。じゃあ中国は制裁を EU にかけ返してきたんですよね。で欧州議会というところが、いやこういうことをして制裁合戦みたいになってしまうようなところとは投資協定なんか結べないから、中国が制裁を EU に対して解かなければもうこの協定は進めませんよって言って凍結しちゃったんですね。なのでかつては考えられないことだったんですけども、その EU と中国の投資協定ってものすごく大きな案件だったんですが、それを欧州議会がストップをかけてしまうという重要な状況になっていたわけですね。はい、なので、はい、EU の政策決定においては書くことのできない非常に重要な機構だというふうに考えていただければ、じゃあまあそれなりに大きな役割を果たしている、はい、ということを前提に、そこで、今回、はい、極右派躍進というふうに報道されてますけれども、はい、今でもいわゆるその過半数はいわゆる中道が握っているということですか。はい、そういうことなんです。中道右派が今回は、まあ、一応その票を伸ばしたということで、一応勝利としては、全体的な勝利としては中道右派だったと思います。はあはあ、ただ一方でフランスとドイツにおいていわゆる右派とかですね、まあ、一部において極右と言われるような勢力が浸透したのも事実です。これ27カ国いろんな傾向があったんですけど、特に大国におけるあの大国であるフランスとかドイツ、それからオランダですね、こういったところで、まあ、そういった、まあ、右傾化が見られたということは事実だと思います。はいはい、まあ、それから左派が負けちゃったっていうのもあるんですね。例えばドイツで言うと非常に伝統的な社会民主党、それから緑の党が大負けをしてしまったということで、右派が伸び左派がその、まあ、勢力を落としたということが大きな傾向だと思います。なるほど。まあ、今の話にもありましたけど、フランス選出の議員さんだけ見るとやっぱり極右派が相当台頭してきてるよなっていう選挙結果だったのにかかわらず、マクロン大統領がフランス議会を解散して、常識的に考えたらこのタイミングで議会解散したら右派極右がフランス議会でも多数派になるだろうと普通は思うので、こんなタイミングで解散しないだろうっていうのがおそらく常識だと思うんですが、何が起きてるんですかフランスは。そうですね、マクロン大統領がこういった賭けに出るかもしれないという声はわずかながらにあったんですけれども、まさか本当にやるとはというですね、驚きの声は確かに上がっているんですね。でただおそらく勝算があるとご本人は思っていらっしゃると思います。というのはいくつか理由がありまして、やはりフランスで極右が台頭する、右派が台頭するということは過去何度も選挙の際にあったんですけれども、今回のようにあまりに大きくですね、そういった右派が浸透すると、ちょっと次の選挙では揺り戻しがあるということもまた観測されてきたんです。はいはい、なのでマクロン大統領としては今回はそのルペンが事実上率いる国民連合があまりに大勝ちをしたので、有権者がより慎重になって、その、まあ、こういった政党への投票を控えるのではないかという見方があるかもしれないです。それからもう一つは、やはりフランスといえば大統領の権限が非常に強いんですね。なので万が一次の選挙で国民連合が大勝ちをして、場合によってはコアビタシオンという形で大統領とその首相の出身政党が違うということが起こったとしても、はいはい、
大統領の強い権限でもって外交政策などはこう自分のまだそのコントロールの、コントロールの下に置きながら物事を進めることができるという考えがあるのかもしれません。ただもしかしたら今回はその国民連合の勢いが落ちないかもしれない可能性も大いにありますので、まだまだどうなるか分かりません。もし、まあ、国民連合というのはいわゆる、まあ、極右とか右派とか呼ばれるところなんですけども、これもしあのマクロンさんの今、まあ、今思惑も分かりましたし、思惑が外れた時の思惑っていうか、まあ、それも分かってはいたっていうか分かりはしたんですけども、どうなんですかね、マクロンさんの思惑が外れて極右が次この選挙で勝つ可能性って先生どのくらい見てます？そうですね、パーセンテージで言うことは難しいんですけれども、当初そのマクロンが解散を発表した時には、あ、これは勝てると思ってやってるんだろうなと思って、そういった論者が多かったんですけども、なかなかこう国民連合も勢いを落としていない感じなんですよね。私は結構拮抗しているのではないかと思っています。あ、その結果ヨーロッパどうなります？そうですね、まあ、フランス一国が変わったからといって、その何かものすごく大きく変わるとか、今後のヨーロッパの統合がめちゃくちゃになっちゃうとか、そういうことはおそらくないんだろうと思うんですけども、やはり政治的なインパクトは非常に大きいですよね。というのは国民連合、その中核的な思想、主張は何かというと、やはり反移民なんですよね。移民をそのヨーロッパから追い出すことによってフランスを取り戻そうというのは、この国民連合の党首のバルデラさんがその選挙キャンペーンの時に言い続けてきたことではあるんです。なのでやはりその内向き傾向が強まる、あるいは各国でどこどこファースト、例えばフランスファーストだったり、そのハンガリーファーストだったりですね、そういった自国中心主義がそのあまりに蔓延してしまうと、ヨーロッパ統合自体の精神がこう揺るがせになりかねないということはあると思いますね。一番やはり影響を受けるのは移民政策ではないかと思っています。つまりヨーロッパ全体でこう移民を受け入れて、その、まあ、移民と共存していくような政策というのは非常に取りにくくなる、そういった傾向がより強くなってくるかと思います。今日あたりのニュースでどっかの国が不法移民を送り返すに際して受け入れ国に1人当たり3000万円払って受け取ってもらうみたいなニュースありましたけど、今日というか、まあ、イギリスでは割とそういうことはずっと言った議論はされていたんですけども、はい、イギリスも EU の加盟国ではないですので、はあはあはあ、ちょっと違うかなと思うんですけども、まあね、ただヨーロッパ、おっしゃる通りですね、ヨーロッパ全体でこう移民は送り返した方がいいとかですね、移民をが受け入れるからそのヨーロッパが全体がこう貧しくなってしまうとかですね、まあ、そういった議論がなされがちになっているのは事実だと思います。ただその時に移民を例えばどこかに移すにしても、その移民が送り返された、あるいは移された先でその迫害を受けるとか、そういったことはもうあってはならないというのは国際法上の決まりでもありますので、ここら辺にこう留意した政策が本当に取られるのかどうかということは私は懸念しているところなんですね。いや、まあ、とにかく奥の深い話で、この15分20分ではとてもじゃないけど語り尽くせないうちに多分今日時間が来ちゃうと思うんで、先生いっぺんまた時間を作っていらしてください。私ね、まだまだ聞きたいこと山ほどあるんですよ。あ、嬉しいです。山ほど聞きたいことある中で、はい、もうまた後日政治的な話はしっかり伺うということを前提に、はい、今ヨーロッパ旅行行くならどこがいいですかね。おすすめたくさんありますよ。1時間か2時間いただいていいですか？いいっすね。その話もちょっと聞きたいな。東欧いいですか？東欧私大好きでして、最近行ってきたばかりのポーランドなんかはですね、はい、本当に今緑の季節でとてもとても美しいところでした。共産主義のイメージ強いかもしれないですけれども、ポーランドとかチェコとかですね、それから今いろんなこのお騒がせ政権ができていますけども、ハンガリーなどもとっても美しい国ですので、ぜひ辛坊さんいらしてください。いいですね、行きたいですね。西欧は結構行ってるんですけど、はい、東欧はねほとんど行ってないんですよ。ドラキュラ城は登ったな、はい、そういえば
まあ、あとそれか、まあ、いろいろ問題を抱えてますけれども、私イギリスで10年間暮らした人間ですので、やはりイギリスも推したいところです。イギリスいいっすね、はい、ポンドが高すぎるんだよなそうなんです。でも今は昔と違って食べ物もとても美味しいところになってきています、ね、そうですね、イギリスはちょっと食い物まずいっていうなんかね、そういう印象ありますけどね。イギリスフィッシュ&チップス勘弁してくれよみたいな、はい、そんな話も先生またお願いします。はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。お待ちしております。ありがとうございました。筑波大学教授の東野敦子さんでした。ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。6月19日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ5時を過ぎましたのでズームミュージックリクエスト、今日もたくさんいただきましたので、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題はピアノが上手くならないときに聴きたい曲、辛坊さんのね、もう、はい、ご体験からということで、はい、なんとかならんのでしょうか。まずは大阪枚方市からカズハソースさん。いや、クズハです。あ、間違えちゃった、まあ、いつもこれこの間もなんか間違えて違うこと言いました、ね、これは京阪沿線の人は絶対読み間違えることはありません。あ、有名なソースのブランドね、はい、クズハソースさん。いや、ソースは知らんなでもクズハは駅の名前でありますから。なるほどなるほど、なるほどなるほどって、でもほら KUZU で書いてあるとなんかね、あー、ローマ字で書いてあるとね、はい、リクエスト曲は湘南の風やめちまえ。結構言ってんのかよ結構言ってんのかよ。この人はこれやめちまえを連呼する応援歌、やめよっかなーな時ほど響くんじゃないですかって、だからちょっと頑張れっていう意味も込めてるんですね結構言ってんのかよそれから神奈川県の緑川リボンさん60歳はピアノが上手くならない時、辛坊さんよくわかります。私も3歳から10年ほど習っていましたが本当に上手くなりませんでした。で、私の場合子供で遊び盛りで全く練習しなかったという情けない理由ですが、やはり好きこそものの上手なれ、気持ちがないと上達しませんよねということで、ハイファイセットフィーリングリクエストいただいてなんで、まあ、わかります、はい、ありがとうございます。フィーリングがね、はい、フィーリングがね、うん、足立区のシェルドンさん45歳男性は、凡人にはできないですが不可能を可能にする偉人は確かにいると思います。カンパネラ違いですが、水曜日のカンパネラでエジソンリクエストします、ね、あ、カンパネラ違いですか、はい、辛坊さん頑張れって書いてある。ラジオネームかつこさん、浜松市の男性の方は、ピアノ上達にはやっぱりイメージトレーニングが重要だと思います。ひたすらに思い込む、そしてリストやラフマニノフよりも耳なじみの良いショパンがいいのでは。ショパンのノクターンなどを聞いてみると気合い入れて練習すればすぐ弾けそうな気がするんですが。そうなんですよ、すぐ弾けそうな気がする曲はいっぱいあるんですけど、ね、すぐ弾けないんですよ、これが、ね、はい、なかなかショパンもなかなかね、まあ、簡単な曲も多いっちゃ多いですけど、それでも無理ですね、もう無理いやいや、リクエスト曲ガゼボで I like ショパンです。そして大田区のトットコハム太郎さん、あ、トットコバム太郎さんだ、49歳女性の方、昔小泉京子さんが出ていたドラマ少女に何が起こったかというのを思い出し、その中のセリフ、紙のピアノじゃ弾けないが何十年経っても忘れられません。紙のピアノね、私机の上に貼り付けてありますけどね役に立ちませんね。そうなんだ指の練習になりそうです。で、辛坊さんもいつかピアノの発表会で、ある程度弾ける人のもんじゃないかな。あ、分かんないけど、
みんなのアイドルになれるかもという願いを込めて、小泉今日子さん、なんてったってアイドル。ありがとうございます。奈良県、道路は鹿が最優先さん、41歳女性はですね、ピアノの曲たくさんありますが、久石譲さんのサマーはいかがでしょうか。なかなか梅雨入りしませんが、暑さだけは一丁前でもう夏がやってくるなと感じています。昔練習していましたが、結局弾けるようにならぬまま弾かなくなってしまいました。自分の趣味をじっくりできるようになるのま、うん、はまだ先ですが、死ぬまでに弾きたい曲の一つですと。そうですか、久石譲さんね、いろいろ聞きたい曲はあります、弾きたい曲もあります、ね、そうなんですが、なかなかね、そうなんですよ。じゃあもう定番にします。はい、はい、ズームオンミュージックリクエスト、ガゼボ、アイラクショパン、あ、ね、あの小林あさみさんの原曲ですよね。はい、調べ、それも除外しようかと思ったけど除外し忘れてました。あ、これはでもあのほら元の方だから、ガゼボの方、あ、そうです ね、ガゼボの方ですね、はい、うん、リクエストありがとうございました。ご意見でまだまだ24時間お待ちしておりますので、メールは zoom@1242.com までお寄せください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。3年ぶりに党首討論開催。与野党の党首が1対1で論戦を展開する国会の党首討論が今日午後3時から行われました。開催は菅政権下の2021年6月以来3年ぶりです。まあ、党首討論って今から30年ぐらい前に、はい、日本の国会っていろいろ慣例に縛られて、国会での質疑で総理大臣が出てきててもですね、まあ、質問 Q&A みたいな、要するに決められたことしか答弁できなかったりなんかして、実質的な討議が行われるわけでもないので、イギリスにクエスチョンタイム中って、イギリスの議会ってもともと与党と野党の、まあ、いやこう両方ガッと会談 V 字型の会談になってて、その間にトップがいて目の前にすぐいますから、うん、その目の前のトップ同士で、クエスチョンタイムってやり取りするっていう、はい、こういう慣例があるわけですよ。でイギリスのこのクエスチョンタイムを日本に導入して、日本でも一問一答ではなくて、お互いにこう会話ができるような、そういう近さで、党首同士が議論やったら日本の政治も変わるんじゃないのみたいな発想で今から30年ぐらい前に導入されて、過去ね面白いこといくつかあったんです、初期においては、はいはい、まあ、初期じゃなくても、まあ、多くの方がもう完全に覚えてるので言うと、例の安倍さんと野田さん、民主党政権の時の、まあ、末期ですね、野田さんが総理大臣で、野党の総裁が安倍晋三さんで、はい、まあ、党首討論で、解散を迫ったところ、やりましょうよって言って、うん、みたいな、本当にやる、そうそう、あれはびっくりしましたね。だってね、どう考えたってあのタイミングで選挙やったら民主党政権終わるに決まってるっていう、そういう局面で、まあ確かに早晩解散はしなきゃいけないタイミングだったとはいえ、あのタイミングで絶対負けるの分かってて解散した野田さんという人は大変な欠物かアホかどっちかだなと私は思いましたね。言い方はあれですが、で思った通り大負けしてですね、政権交代になっちゃうという、はい、あれ党首討論のハプニングだったんで、はい、今回もちょっとだけ期待したんですよ。ちょっとだけああいうハプニングがもう似てますよね、うん、今解散したら下手すりゃあの時はでも自民党という受け皿があって政権交代必至の状況ですが、うん、今むしろその時よりは岸田政権は、政権交代の受け皿みたいなものがないですから、まあ、大負けに負けたところで政権交代までいかないだろうっていう、ある意味与党側の安心感もあるはずなんで、うん、あの時の野田政権に比べれば今の岸田政権の方が解散しやすいから、今日の党首討論でハプニング的にもしかしたら絶対さ野党は解散しないのかって言うに決まってますから、いやまあなんかでハプニングでですね、突然岸田さんがなんかそこまで言ったら解散したるわぐらい言うやん面白いなと思って、
今日3時からだったんですね。でこの番組始まるのが3時半ですから、最初の30分間は、まあ、暇っちゃ暇じゃないですか、私も。暇なんですか。30分間の暇の間に、ずっと国会中継見てたんですが、まあ、一言で言うと、ダメだこれ、何も起きねえわこれ、絶対、まあ、実に見事にですね、弦を左右にするっていうのはこういう時使うのかなっていう、なんかもう飯田君のモノマネ見ているような感じで私は見てましたけれども ね、なんか口からも言葉は出してるんだけど何も言っていない。これで言ったら、つまり45分間なんですよ。それもひどい話でね、まあ、決まりだからっちゃ決まりなんだけど、45分間党首討論で、4つの野党にその時間配分されるわけですけども、一番短い国民民主党なんか3分ですからね。3分ってそれもあの質問だけで3分じゃありませんから、 Q&A で3分ですから、党首討論始まってカップラーメンにお湯入れたらできちゃう。そうよ、もうそれでね、食べる前に終わっちゃうんだから、食べなくちゃみたいな。そうですよ、3分で一体何聞くんだよっていう、で言うと、まあ、あの25分か6分か の立憲民主が一番議席が多いんで、議席配分なんでね、はい、立憲と維新と共産と国民民主にそれぞれ時間が割り当てられて、一番長いのが20何分間かの立憲民主なんだけども、はい、まあ、言ってもそのだから私が見てたのは3時から、そこからスタートしましたから、20何分間でも、これはもうテクニックがあるわけですよ。エンドが決まってるわけですよ。時間的にエンドが決まってるわけですよ。そうすると Q&A だからね、あの過去にはもっと逆のひどいバージョンがあってですよ、Q&A でどうせ聞いたって何も答えねえだろうと思うから、聞く方が延々演説して、もう一方的に、ああでこうでそうでを、それ Q&A クエスチョンタイムで質疑になってねえじゃん、ただの演説会じゃんみたいな、だけど割とテレビでしっかり中継されて国民の注目度も高いですから、演説するとしたらいい機会なんで、まあ確かにね、単なる野党の演説会かいみたいな、質問に答える時間も、いやもう残ってませんみたいな。その手は例えば3分とか割り当てられたらそれしかないわけですよ。3分で例えば30秒で聞いてですよ、相手が10秒で答えてくれりゃいいけど、30秒で聞いて2分半で答えられたらそれで終わりですから ね、 そうですね。で45分でもうちょっと長い時間やろうよっていう事前の話はあったんだけど、はいはい、まあ、これは話がまとまらなかった、まあ、はっきり言って時間が伸びても岸田さんにとっていいことないから早く終わらせたいと、めんどくせえから早く終わらせたいと、こう本音で思ってるわけだから、あの岸田政権になってから初の党首討論ですから、今まで去年の国会でもやってなかったのはもうやめようよって、本音ではやりたくないんで、やりたくない感がにじみ出てるのは、とにかく聞かれたらもう意味があることもないこともとにかく延々喋ってる間は時間経過しますからね。でどんどん時間経過して、もう時間26分間終わりみたいな、もうだから今日3時から見始めた瞬間にもそれが見えて、見えた瞬間に絶対結論として何も出てこないと、もうね、まあ、私最後の15分間余りは、はい、オンエアが突入してましたからしっかり見られたわけではありませんけれども、はい、先ほどからのニュースの報道を聞く限り、あ、やっぱ何もなかったんだなという間に、今日ちょっとニュースの項目からは、外したわけじゃありませんけれども、ちょっと紹介する時間がなかったんですが、スイスの専門機関の世界の競争力ランキングというのが毎年報告されるんですが、今年はついにですね、日本38位というもうほとんど先進国とは思えないような状況になってます。韓国が20位ですからね、中国14位、アジアでも台湾8位、シンガポール1位、香港5位などなどの中で日本は38位という状況で、いやだって国会で議論して、このじゃあ何ヶ月間の間やってたのは自分の話ですからね、要するに政治家自分のキックバックがどうのこうのって、それでこの通常国会の大半議論で使っちゃうみたいな、そりゃもう何とかしてよ本当に。肩を落としております、辛坊さんが。本当にこんなことしてると肩抜けちゃうよ、また抜けちゃうと大変。それはご自分の、ね、要因があると思いますが、はい、はい、ということでズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは浜松市勝子さんからのリクエストです。ガゼボ I like ショパン。
ありがとうございました。リクエストありがとうございました。さあ、お聞きの日本放送、この後夕方5時30分からは伊集院光の種、そしてその後5時50分からはナイタースペシャル、いつでもみんなのプロ野球、何かが起きた交流戦をお送りします。ゲストはショーアップナイター解説者の里崎智也さんです。スタジオには煙山アナウンサーです。お願いします。はい、昨日で交流戦が終わりまして、まさに何かが起きたというダークホースの楽天イーグルスがね、初めて、交流戦を制したと、はい、大瀬良のノーヒットノーランなどもありました。里崎智也さんと今年の交流戦で一番何かを起こした選手、そして投打の MVP を選出して、紹介してくださいます。リスナーの皆さんもぜひご参加ください。今年の交流戦、あなたの MVP を教えてください。メール89@1242.com、 X はハッシュタグナイタースペシャルでポストなさってください。よろしくお願いします。はい、この後よろしくお願いいたします。はい、そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩司さんで、7時台は通常国会総決算、連日政党幹部が生出演ということで、明日は自由民主党幹事長代理の木原誠二さんがスタジオ生出演だそうです。さらに政治資金規正法改正案、東京都知事選挙についても取り上げるそうです。で、午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日木曜日ですので飯田浩司アナウンサーの登場です。飯田君の番組にインドから中川浩司さん、もしかして帰ってきてらっしゃるのですね、日本に、うん、ああ、中川浩司さん帰ってきてらっしゃるんなら、インドがどのくらい暑いかについて、暑さについて、ね、インドのカレーの辛さについてなどなど聞きたいこといっぱいありますんで、ということでございまして、明日何が起きるかは分かりません。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と増山でした。でした。